ウッチ県は、ポーランド中部の県である。県とはウッチ。マゾフシェ県、ビエルコポルスカ県、クヤビポモージュ県、シフエンティクシシュ県、シロンスク県、オポーリ県と接している。県域のほとんどが、ウッチ高地にある。ウッチ県の県と、19世紀初頭より製造業、特に繊維産業が発展して、 ポーランド随一の工業都市となり、ポーランドのマンチェスターと言われるほど繁栄した。第二次世界大戦後に工場は全て国有化され、旧東欧の経済体制に組み込まれたが、1980年代後半に入る市場経済が導入されると先進国や発展途上国の同業他社に対して製品の品質や価格の面で立ち打ちできずに次々と工場が廃業していった。 ところが近年は使われなくなった工場の建屋や、旧工場オーナーであったブルジョワたちの大豪邸の建築学的価値が見直され、これらをきれいにリフォームしながら、観光都市として再生しつつあり、国内外から観光客が集まってきている。また、ポーランド映画産業の中心地でもあり、アンジェイ・ワイダ監督、ロマン・ポランスキ監督、クシシュトフ・キエ・シロフスキ監督など、 ポーランドを代表する映画人がウッチ映画学校で学んだ。おやすみ、クマちゃんやムーミンで世界的に有名でピーターと狼のアニメで1983年の単語に続いて2008年2度目のアカデミー賞を獲得したポーランドの誇るアニメスタジオのセマフォルもこの町を拠点としている町の公式サイトあり。ありがとうございます。